Go far beyond。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 無限。Go far beyond。無限地へ行こう。Go far beyond， 打破框架，勇于冒险。はい、それではついに始まりました。昨年に引き続き第2回目となる武蔵とつながる SNS ライブイベント。はい、このイベントは武蔵精密工業が開催する YouTube 生配信イベントです。ご視聴いただいている皆様ありがとうございます。ありがとうございます。はい、このイベントは武蔵の従業員とそのご家族、その地域の皆様、そして武蔵ファンの皆さんと一緒に作り上げるイベントとなっております。はい、武蔵の魅力を再発見していただく機会になればと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。拍手。はい、どうもありがとうございます。はい、そして、私は今回のイベントの司会を務めさせていただきます、岡田匠です。はい、私は山下彩香と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。そして会場には武蔵の部活動を束ねる竹友会の会長斉藤さんと副会長吉香さんがいらっしゃいます。それで会長お願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。はい、斉藤さん、意気込みはどうでしょうか。そうですね、昨年初めてこのイベント開催して、今年2回目になりますけども、無事まず今この場に立てたってことが非常に今感無量で、はい、ちょっと自分も楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて吉川副会長、意気込みいかがですか。はい、1回目終わりまして、良くも悪くも振り返りしまして、2回目無事迎えることができて、皆さんありがとうございます。前回以上に、素敵なコンテンツが盛りだくさんということで、はい、皆さん最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。竹友会と視聴者の皆さんと、一丸となってこのイベントが成功するよう盛り上がっていきましょう。はい、コメントも募集しております。ぜひツイッターで、シャープことハッシュタグ、武蔵とつながるをつけて投稿してください。はい、 YouTube チャット欄でもぜひコメントをお寄せください。6時までの2時間生配信、長丁場となりますが、最後までご視聴をお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、それでは早速本日の配信コンテンツを紹介いたします。はい、この後すぐにアッキーが行く武蔵社内散策を配信します。そして16時45分からはグローバル拠点から集めた Go Far Beyond 動画を紹介。お、楽しみですね。はい、で17時からはですね、私の思い出クイズ。はい、はい、で続きまして17時半からは第2回武蔵 PR 動画コンテスト投票結果発表、あら、入賞作品紹介で、最後に、17時50分からはですね、はいはい、エンディングとなっております。はい、ありがとうございます。すごい楽しみですね。はい、会長副会長、なんか楽しみなコンテンツってあるんですかね。はい、どれも多分楽しいコンテンツとなってるんですけども、はい、まあ、今回前回は事務局の女性の方が司会やってくれたんですけども、はい、今回ぜひ自らやりたいっていう岡田君と山下君のこの掛け合い、あ、そうなんですね。これ非常に楽しみだ
なと思ってますんで、はい、皆さん楽しみにしてますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それはすぐにでも降りてください。はい、副会長どうでしょう。はい、前回なかったコンテンツ のクイズですね。はい、海外拠点からいろんな出題があるということで、はい、最後どうなるかと。そうですね、ちょっと楽しみですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、そして今回忘れてはいけないのは視聴者限定の抽選会ですね。はい、その通りです。本イベント中にキーワードの発表が計5回あります。そのキーワードをすべて集めてイベント終了後に従業員に向けて発信される抽選フォームに応募すると豪華景品が当たります。あ、これは生配信で見た人しか分かんないってことですかね。はい、そういうことになります。武蔵社員限定にはなっていますが、ぜひご応募ください。それでは早速一つ目のキーワードを発表いたします。はい、はい、キーワードはじゃじゃん、パッションです。はい、パッションです。皆さんメモの準備よろしいですか。はい、この後5つ出てきますんでメモの用意忘れないように。一つ目はパッションになりますんで。はい、一つ目はパッションです。はい、よろしくお願いします。はい、最後のキーワードまでお見逃しないようによろしくお願いします。はい、お願いします。では早速最初のコーナーに行きたいと思います。アッキーが行く武蔵社内散策。イエーイ。はい、それでは企画した YouTube 部長の竹内さんです。よろしくお願いします。 YouTube 部長の竹内です。よろしくお願いします。お願いします。竹内さん、今回の動画はどのような動画になっていますか。そうですね、今回のイベントが Go Far Beyond 枠を壊して冒険出かけようっていうので、部署の枠を壊してアッキーがいろんな部署へインタビューですね、冒険に出かけたっていう動画になっております。はいはい、楽しみですね。はい、とても楽しみです。前半後半分かれているそうなので、まずは前半の VTR から早速行ってみたいと思います。それでは VTR どうぞ。どうぞ。あ、もしもし。あ、もしもし、どうしたんですか。ね、アッキー、SNS イベントあるの分かる。あ、広告見ましたよ。うん、そうそう、それでね、これから従業員の方に、ね、インタビューから。お、そうなんですね。うん、ちょっと総合事務所の1階まで来てくれる。は、僕は。うん、インタビュアーとして当選されました。え、ちょ、ま、え。お、来た来た。おはようございます。ごめんね、朝早くから。当選って何？今から行くよ。マイクつけてもらって。ガチ。ガチだよ。え、じゃあ早速グローバルセンター行きましょう。マジで。それでアッキーが行く。そう、題名も俺の名前入ったんやね。それなりに頑張ってみます。今から購買だっけ？購買行くよ。ちゃんとアポ取ってる。あ、撮ってるよ。ほんまに撮ってるよ。詳細はあまり説明してないけど。普段仕事で全然来へんし、行くのこうあっちの PT の方やからさ。あ、ちょうどいいね。あ、こう。何をやってますか。何ですかこれ。あれ、竹内さんの無茶ぶりです。おじゃあちょっと一段落した後でちょっと声かけますんで。すみません、副部長、購買部の方に、はい、インタビューに来ました。はい、ではすみません、ちょっと今、まあ武蔵のいろんな社員の人に、まあ、Go Far Beyond ってことで、はい、壊したい枠なんですかっていろんな人に聞きまくってる最中でして、はい、ちょっと浮須部長からも一言いいですか。はい、まあ、壊したいからがいろいろあるんですけど、はい、まあ、購買としては今いろんな材料とかの値上げとか調達なんで非常に困ってますんで、既存の調達構造、省油の壁を壊して、一から無駄なく効率的に、買うことができる、調達構造を一からちょっと作りたいと考えて今日々業務に励んでます。おー、素晴らしい。
全然 僕開発で畑違いだから、うん、聞いてて何だろう、自分の知ってる仕事もまだまだ狭いなと思って聞いてて、すごいなんか刺激的な話でした。ありがとうございます。いえいえ。ちょっとこのままさっき通りすがったマリアナさんにもちょっとインタビューしてみたいなと思うんですけど、はい、ちょっといいですかね。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。ちょっとめっちゃ仕事してるけど話しかけます。すみません。ちょっとさっきの流れでそのままインタビューしたいと思います。あ、私は座ったままでいいですか。全然いいですよ。もう今、Go Far Beyond ってことで、はい、まあ、武蔵の社員の壊したい枠をみんなに聞いて回ってるんですけど、はい、いや、マリアナさんのちょっと壊したい枠を教えてもらってもいいですか。そうですね、今、まあ、挑戦というか考えてるのは、ワン武蔵、うん、ワンパーチェジング、ワンパーチェジング、うん、拠点間の壁を、まあ、壊して、はい、もう本当にフラットな、なんか身近な関係を築いていきたいなっていうのは考えています。おすげえ。しかも途中に出てきた英単語の発音が良すぎて僕は聞き取れなかったです。全然もう、じゃあもう、海外の拠点とかと、仕事をバンバンしてるから普段からも全然英語で喋って。そうですね。海外、購買は、うん、もうすごいシンプルに言うと、もう会社の買い物を取り扱っているところなの で国内だけじゃなくて、うん、海外拠点とも、やり取りを、してて、はい、そうするとやっぱり英語は必須になってくるのかな。いやじゃあ海外拠点とやっぱこの MSI と、比べてとかっていう、なんか感じることとかってあったりしますか。仕事しててとか、比べたことはないんですけど、うん、感じることって言ったらすごい、やっぱり、MSI 来てからも2年弱なんですけど、もう毎日すごくこう刺激的というか、はい、チャレンジができるなっていうふうに感じますね、はいはい、で、やっぱりそれって毎日ワクワクしながら仕事できるのかなって感じます。でもやっぱりそのいいことだけではなくて言葉がこう話せたとしても、やっぱり言葉以上に伝えたいもの、伝わるものがあると思ってて、そこはまだまだこう日々勉強かなって、ここ空回りすることがあるんですけど、はい、言葉以上の、その何だろう、伝えたいものっていうのをしっかり伝えられるようになれたらなって思います。ちなみにチャレンジしてきたことって言ってたんですけど、この MSI 来てから、チャレンジしたこと、何か具体的なエピソードとかあって教えてもらってもいいですか。ですね、私ずっと購買をやってきてて、うんうん、来たんですけど、はい、まあ、購買もちろん購買バイヤーとして仕事しましたし、その後なんだろう、システムっていうか、うん、その仕組みの関係をやったり、うん、で今は、輸出、設備の輸出をやってて、うん、まだね2年経ってない今、結構いろんな部類って購買の中でもいろんな仕事をおチャレンジさせてもらってるっていうのもありますし、他にもなんか司会だったりとか、いろいろできることはチャレンジしていきたいな、購買以外のなんだろう、この会社の中でできることがあればやっていきたいなって思ってます。ちょうど僕今英語の資料を作ってるんで添削してください。そう来たか、そう来ましたか。このしながらやってます。企画ってそういう流れでしたっけ。全然違います。もう単純に僕の希望です。あ、ぜひぜひ、もうチャレンジャーなので、ぜひぜひ何でも言ってください。ありがとうございます。いやいや、はい、面白いですね。じゃあこれで終わります。ありがとうございました。すみません、お仕事中ですが、インタビューさせていただいてありがとうございます。ありがとうございました。いや全然、あ、すみません、ありがとうございました。めっちゃいいお話聞けたね。いや、もう、そう、全然知らん仕事やったからびっくりしたわ。じゃあ次はね、さっさと休憩がてら、次どこだっけ、ハーベスト行きましょう。ハーベスト、あ、ご飯作ってるとこね。そう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 、よし、行こうか。
そこちゃんとアポ取ってる。大丈夫。あ、全部アポ取ってるよ。勾配に、うん、みんな雰囲気硬いよ。そろそろお昼ご飯の時間ですね。食堂見に行こう、食堂。食堂見に行こう。今日話聞いていいやんね。うん、聞いてみよう。めっちゃ楽しいやん。すいません。今ですね、会社の中をお散歩してまして、はい、でちょうど食堂の美味しそうな匂いが来たので、はい、ちょっとインタビューさせてもらいたいんですけど、お時間大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。ということで、インタビューしたいと思います。さっきね、そこを歩いてきて、この匂いで、僕と唾液で、今日何のメニューかっていうのを当てっこしてたんですけど、はい、僕は炒め物で、大工は揚げ物だって言ったんですけど、どっちが正解ですか？揚げ物と炒め物と両方やってます。両方あるんですか？オーブンの焼きですね。焼きの匂いと、あと油、今揚げてます。ほんまや、フライ揚げとか。はい。その匂いだと思います。じゃあちょっとですね、今日のメニュー教えてもらってもいいですか？はい。今日は豚肉のバジル焼きと、タラの野菜揚げです。めちゃめちゃ美味しそうや。どっち、また A か B かで悩んじゃう一日になりそうなんやけど。いや、すいません、ちょっとじゃあそのメニューをちょっと詳しく教えていただきたいなと思ってて、はい、豚肉はですね、時のまあちょっと臭みがあるということで、焼くときにバジルをかけてちょっと臭みを消してですね、それで柔らかくご提供するようにしてます。すげえ。あと、タラはですね、うん、汁身のタラを唐揚げにして、たっぷりの野菜で、あんをかけて、召し上がっていただくという形になります。うわ、めっちゃいい。じゃあ、今ですね、いろんな人に聞いてるんですけど、はい、まあ、武蔵精密工業、ゴーファービヨンドってことで、はい、まあ、このハーベストさんのゴーファービヨンドを教えていただきたいんですけど、はい、よろしいでしょうか？はい。うちは今、食材ロスにこだわってまして、食材ゼロを目指して、ロスゼロを目指して頑張っています。あとは廃棄食材ですね。お客様が召し上がった後、廃棄される食材もゼロを目指して頑張ってます。SDGs ですね。そうです。SDGs。はい、いや、ありがとうございます、はい。今日もちょっとお昼休みがもう楽しみでしょうがないです。よろしくお願いします。次ハーベストさんの方見てみよう。あ、売店の方。売店の方。じゃあ何やってるのか行ってみましょう。俺ね、今売店でね、おかしかったこととね、保険申し込んだことしかないよ。大輝は？俺もそれぐらいだね。聞きに行こう。教えてみよう。こんにちは。こんにちは。ちょっとね、今日は僕保険とお菓子しかここに来たことないんで、みんなのことをちょっと話聞きに来ようかなと思って、はい、来ました。いらっしゃいませ。やった。いらっしゃいませ、いただきました。お仕事のことを教えてください。はい、休憩時間に休憩中のお客様に商品を販売してます。 ありがとうございます。もうそれがですね、仕事の効率がすごい上がるんで、僕もブラックサンダー大好きなんで。ありがとうございます。が売店さんの仕事で、もう一つ、ハブスさんは、保険とか旅行とかの方、そっちのちょっと話も教えてください。はい、保険の方は、だったりの自動車保険を主に扱って、まずあとは健康の相談だったりとか、医療保険の相談だったりとか、まあ、保険に関するものに、対応をさせていただいてます。ありがとうございます。もうね、僕もここで保険申し込んでるんで、車も前まで乗ってたバイクも前に乗ってるんで、お世話になってますというところで。ありがとうございます。いやいやいや、んであと旅行もね、出張でサーキット行ってた時なんか全部ここでやってもらってたんで、本当助かってます。で、じゃあ、まあ、今武蔵精密工業ゴーファービヨンドってことで、今ですね、みんなの、壊したい枠を聞いているんですけど、じゃあちょっと売店さんの方からちょっとゴーファービヨンドしてることを教えていただけるかな。やばいやばい、難しいこと言っちゃったかな。全然もうプライベートでもいいです。プライベートでいいのかな、分からんけど、後で怒られるかもしれない僕が。今
今新しくトースターも仕事のことなんです。そうだ。トースターなので、はい、コーヒーと一緒にパンを皆さんに買っていただけるように挑戦します。はい、ありがとうございます。もうスラックでも見ましたよ、今度パン焼きますわ。はい、楽しみやな。ありがとうございます。じゃあすいません、じゃあ次は保険の方もあのゴーファービヨンドしてることを教えてください。保険の方は、グループ会社の、リスクを担うとか、あとは、ご家族の安全もあの守っていけたらいいなと思って今頑張ってます。めちゃくちゃ嬉しいんやけど。ありがとうございます。そこは、国内海外の出張メインしてるんですけれども、じゃあお誕生日など大切な思い出作りにご自身のご褒美などお客様のご要望に合わせたあの旅行のご提案をご提供させていただきます。ありがとうございます。プライベートの旅行も取り扱っているので、よかったら、はい、もうこちらこそよろしくお願いします。じゃあまたちょっと旅行行くときは声かけなきゃな。ありがとうございます。じゃあまた来ますね。ありがとうございます。いや、ええわ、旅行ええわ、旅行いいね、旅行ええわ。ここでちょ保険とお菓子以外ちゃんとあったの知らんかった俺。ね、結構時間経って、うん、もう腹減ってきた頃じゃない。そう、腹減ってきた。腹減ってきたよな。ちょ、 A にするか B にするか、さっきの話でまだ悩んでるでな、うん、豚でいくかタラでいくか、そう、今日はどっち食べるか、 それが一日一番の楽しみです。食レポしましょう。いいですね、そういう人からちょっと話は聞きたい、ね、そう、超話聞きたいから明美行こうかなと。はい、わかりました、行きましょう。じゃあ行くか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続きが気になりますね。もう次楽しみでしょうがないですね。どこに行くのかっていうのがね。そうですね。あの途中ハーベストのマイク持ってる人がかなり映り込んでましたけど、あれは作戦通りですか？あれは作戦通りです。あ、本当ですか？もう本当は映りたくなかったらしいんですけど。いや、でも本人は映る気満々みたいなスタイルでしたけど。多分そのツンデレな感じは。ツンデレで、はい、あ、そういうことですね。もうツンだけですね、もうね。ツンだけでした、ね。ツンだけですね。なんかあの旅行の方のインタビューも結構されてましたけど、あれ、そうですね、ハーベストさん、あの旅行もやられているようで、あの自分たちのプライベート旅行も予約することができます。はい、そうなんですね。はい、で皆さんボーナス出たんでぜひ予約してください。そうですね、行きましょう。はい、ありがとうございます。それでは後半の VTR に行きたいと思います。じゃあ後半の VTR どうぞ。どうぞ。よーし、明美工場到着しました。おー、かっこいい機械がいっぱいあるわ。お、ちょっと待って、いきなりだ。今回やるイベントの告知がされてます。誰か働いてる人いないかな。お、めっちゃ真剣。ちょっとあの人インタビューしてみましょう。すいません、すいません、お仕事中に。今あの SNSまあ、あそこにも飾ってあるような、あの、今、ライブイベントのインタビューしておりまして、こう、お話聞きたいなと思って、あ、すいません、マスクお願いします。はい。あ、ありがとうございます。いい、いい。今、何されてらっしゃる、何しる、磨き作業をやっています。あ、磨き作業。はい。で、一体、それってどう、何のためにやられてるんですか？磨くことによって、あの、鍛造したときに、自分を良くするために、一個でも多くするために、綺麗に磨いてやるっていうことで寿命を良くする。これ味覚と寿命が長くなる。そうです。加工することで麺が荒れるんですけど、この荒れた麺を綺麗にすることで滑りを良くして寿命を良くするっていう内容ですね。じゃあこの、あ、すみません、お名前なんて。あ、晴山って言います。晴山さんで、はい、あ、はい、じゃあ晴山さんがいなかったら型の寿命は短くなっちゃうってことですか？そうです。磨く人がいなくなるとそうなっちゃいますね。品質も落ちますよね。そうですね。めっちゃ重要な工程。
結構難しいんですか？そうですね、まあ、あのこういった歯型を磨くんですけど、まあ、手で磨くんですね。で、まあ、磨きムラなど特にないように均等に磨かなきゃいけないので、結構神経を使う、神経使いますね、内容というか、うん、一箇所だけ逃してたらダメですもんね。そうですね、まあ、今皆さんに聞いてるんですけど、はい、あの武蔵がゴーファービヨンド、うん、あのビジョンを策定したんですけど、なんか春山さんが壊したい枠だとか今挑戦してることってありますか？そうですね、まあ、挑戦してるというと、今あのこういうツールで、まあ、サンドペーパー巻いて、うん、あの見方をしてるんですけど、これをペーパーじゃなくてあのブラシを使ってやれたらな、うん、で、まあ、品質っていうところでちょっと今トライ段階なんですけど、うん、っていうのはありますね。めちゃかっこいいです ね。それやるとなんかもっと綺麗に磨けたり。そうですね、まあ、品質的には同じぐらいで時間の方が早くなる。そうですね、じゃあ早く帰れるわけですね。そう、そうですね、ささっと集中できるんで品質も上がって、うん、そうです、めっちゃいいですね。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ちょっとあちらにももう一人真剣に作業してる方いるんで聞いちゃいましょう。すいません、お話いいですか？はい。今あの SNS ライブイベントっていうので従業員の方にインタビューしておりまして、はい、はい、じゃあ早速インタビューさせてください。はい、はい、お名前なんて言うの？あ、金子と言います。金子さん、はい、今何してらっしゃったんですか？あ、今磨き作業です。あ、磨き作業です。あ、あちらの方と同じ作業、はい、同じです。これ結構難しいんじゃないですか？いや、そうでもないですけどね。僕でもできます、はい、あ、あのできます、大丈夫です。まあ、技術はあの必要ですけど、磨きも熱炭型があったり冷炭型があったりいろいろなものを使って磨いていくんですけど、割と性格が出るんですよ、自分の磨いたものっていうのは。で、その性格が出る磨きってそれぞれ合ったものっていうのが金型にはあるので、人それぞれにあの合う仕事、合う磨きっていうのはあると思うので、どなたでも、はい、あのまあ、いきなりは難しいかもしれないですけど技術は身についていくと思います。めっちゃ重要な工程ですね。そうですね、やっぱりあの型寿命とか完成した金型見てあの現場の方が汚いなって思ったりとか、あ、しっかり磨いてるなって見てくれたりとか、そういう差も出ると思うので、まあ、大事な作業だなとは思います。いいですね。ちなみにあの皆さんに聞いてるんですけど、あのゴーファービヨンド確定されて壊したい枠だとか今挑戦していることっていうのはありますか？ですね、挑戦というか、今磨いてるもので細かいものになると1万分の4ミリから1万分の5ミリというところを狙って磨いてるんですけど、なかなか1万分の1ミリ台とかって実感が感覚でわからない部分があって、結果測ったらよかったよとかそういうことも多いので、まあ、そういうのを自分で感覚として身につけたいなというのと、まあ、ゆくゆくは、まあ、お客様のニーズでもしあった場合にすぐ対応できるようにとは思ってやってます。すごい、そのミクロン台、しかもコンマ何ミクロンで小さい世界で今挑戦されてるっていう。はい、ただそれがもうめちゃくちゃ重要なその技術になってくると。そうですね、はい。すごいな。どうせお忙しいところお邪魔してしまって、はい、ありがとうございます。すごい技術持ってたね。うわ、すごいわ。俺もね、あんな技術身につけられるように頑張ります。それじゃあね、アキがあのグローバルセンターの4階でいるっていうことなので、これから上田工場戻ります。4階。社長のところに
突撃です。突撃怒られるかもしれない。なんでアポ取ろうよ。そこは行ってみよう。思い切って行くしかないですね、うん、よし。緊張してる。あ、汗かいてる。行ってきます。失礼します。あ、社長こんにちは。いやいや、今会社中を回ってましてですね、いろんな人にインタビューをしています。そう、すいません、開発部の泉です。これは今週末のやつ。あ、そうです、そうです。いや、嬉しいな、みんなで盛り上げてくれて嬉しいよ。めちゃめちゃ嬉しい。ついにうちまで来て。そうです。ここはアポイントがいりませんので勝手に来るんです。しれっと入ってきました。で、何？あ、じゃあちょっと社長のちょっと仕事とか気になるなと思ってまして。そう、全然ね、やっぱイメージつかないんで、ちょっと社長の、あの、今日の一日のスケジュールとか教えてもらっていいですか？おお、パンパンや。ほら、今日はね、はい、朝から警戒、おお、朝一から9時間ないから80分からやって、はい、で、9時から9時半からは管理職選考会。いや、誰が選ばれたんですかね。で、11時からお客さん来て、で、昼は、なんかこう座談会があって、あ、で、今部屋戻ったら突撃を受けました。午後からこの後お客さんが来て、はい、夜はまあ久しぶりにそういうなんか懇親会みたいなんですけど、お客さんとか、そんな感じですね。めちゃめちゃ忙しいですね。朝よくこの感激を塗ってきた。いや、もう狙ってきました。狙ってきました。やっぱり僕のあのスケジュール、なんて答えたらいいんでしょう。いやいやいや、ありがとうございます。盛り上がってるのは、その SNS イベントの準備は。もう、なんならカメラマンなんて、もう朝から晩までカメラ持って、この大きい機材持って走り回ってますよね。さまになってきたよね、だんだん。最初はね、どうかなと思ってたけど、だんだん。機材もどんどんなんか派手になってきてるんです。そうね、めちゃめちゃ。めちゃめちゃかっこいい。いやー、ぜひ盛り上げてほしいな。最後までいろいろ走り抜いていてよかったですよ。あちこち行ってきたんで。よかったです。じゃあですね、ちょっとみんなにもこれ聞いてるんで、社長にも平等に聞こうかなと思うんですけど、はい、まあ、社長が、まあ、ブレイクダウンの形で Go Far Beyond ってことを、まあ、今年武蔵の全社に対して発表してもらいました。で、おのおの僕も Go Far Beyond っていうところで、あの、仕事の中とかプライベートの中とかでもいろいろ挑戦してる中なんですけど、社長のゴーファービヨンドをちょっと聞かせていただきたいなと思っております。すごいっすよ。私のゴーファービヨンドはゴーファービヨンドそのものです。おおおお、83年続いたものづくりの素晴らしい会社を未来に向けて殻を壊して、まあ、新しい会社を作る、まあ、そういう決意です。ありがとうございます。ぜひ盛り上げてください。ありがとうございます。じゃあこれで一応ラストでいいんでしょうか。お疲れ様でした。頑張ってください。ありがとうございます。お邪魔しました。おお、今鳥肌がブワーってなってる。失礼します。社長のとこまで行ったの。いろんなとこ回って、あの、どうだった感想、いろんな、ね、仕事を聞いて回ったけど、いやー、4年終わってそれにやっぱ仕事も覚えてきて、なんか武蔵知った気になっとったけど、一歩なんか違うフロア行ったり、違う普段関わらないようなところに行って話聞いたら、あ、全然知らんかったな、うん、改めて武蔵再発見かな。いいね。じゃあ最後に、そのアッキーのゴーファービヨンド、あの、枠を壊したいこととか挑戦していること、教えてください。油断してた。これのゴーファービヨンドは、そうですね、今ちょうど海外向けの仕事初めて担当することになって、今まで逃げ続けてた苦手だった英語をやらざるを得ない状態になってるんで、今後仕入れて
その苦手分野にも挑戦してもっと仕事の幅を広げていこうかなと思ってます。いいね、頑張っていこう。はい、まあ、相変わらず車が好きで車の部品作る仕事は続けさせてもらってるかなと思うんですけど、まあ、次の仕事はステップアップと思って頑張ります。はい、よろしくお願いします。お疲れです。お疲れです。ありがとうございました。ありがとうございました。武井さん、これ社長にも突撃したんですね。そうです、社長のところにも行きました。そうなんですね。社長にアポなし突撃ということだったんですけれども、本当にアポなしで行けたんですか？そうですね、やっぱ社長がさっきおっしゃってたようにスケジュールに隙間があったので、はい、そこの間をついて、ポンとついて鬼の突撃しましたよ。突撃ですか。そうだったんですね。武井さん、ちなみにこれ今持ってるものは？はい、カメラとそのジンバルっていう、これ持ってはい、さっきも撮影してました。これで全て撮影を、はい、あ、すごいですね、動きが。そうです、これもあの手ぶれしないんでめちゃくちゃ綺麗に動画が撮れます。あら、ちなみにこれお値段は？お値段は秘密です。あ、秘密なんですね。秘密です。あ、これ買うとこの取っ手もついてくるんですか？取っ手もついてくる。あ、本当ですか？はい、あ、もう素晴らしい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではここで、あ、すいません、いいですか？いいよ。あ、それではここで2つ目の抽選キーワードを発表いたします。ちょっとせっかくなんで、たけしさんに、はい、一緒にやってもらいましょう。お願いします。今回のキーワードは、なるほど、これですね。はい、わかりました。読めますか？読めます。大丈夫ですか？なんとかいけますかね。はい、いいですか？じゃあ発表しますよ。はい、それでお願いします。はい、2つ目のキーワード、ウィズダムです。はい、はい、ウィズダム、ウィズダム、皆さんメモってくださいね。ウィズダムです。大丈夫ですか？はい、はい、じゃあ回収します。はい、ありがとうございます。はい、では一旦 CM を挟みたいと思います。では CM いきます。はい、どうぞ。私たちはテクノロジーへの情熱とイノベーションを生み出す知恵を合わせて、人と環境が調和した豊かな地球社会の実現に貢献します。お得意本位で誠実を尽くし、心を凝らして努力をします。みんなで力を合わせて、権利義務を忘れずに、笑顔と感謝を広げよう。続いてはグローバル拠点から集まった Go Far Beyond 動画を紹介いたします。はい、これオープニング映像にも流れてましたよね。はい、そうなんです。今回のイベントのために14カ国35拠点ある武蔵のグローバル拠点の皆さんが、武蔵100年ビジョンである Go Far Beyond の掛け声を動画にしてたくさん送ってくださいました。はい、この動画は陸上部部長の郡山さんが作成してくれたそうです。ありがとうございます。はい、どんな国から集まったのかすごい楽しみですね。はい、楽しみですね。それではいきますよ、ご覧ください。どうぞ。ゴーファービヨンド、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 Go far beyond. Go 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 far beyond.Go far beyond. Go 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 far beyond.
打破皇家拥有保险。Go Far Beyond。ありがとうございました。ありがとうございました。グローバルの武蔵の仲間が見れて嬉しいですね。そうですね、はい、斉藤会長いかがでしたか。はい、今回ですねこの動画もそうなんですけど他にも動画コンテストもそうなんですけどグローバルの拠点からの、はい、提出というか応募が非常に多くてですね、はい、で国それぞれの国の何ていうんですかね特徴非常に出てて見応えがあって本当感謝しております。はい、非常に良かったと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではちょっとせっかくなんでまたここで3つ目のキーワードになるんですけれども斉藤会長にちょっと言ってもらいます。斉藤会長で読めますよ、ね、読めるやつですかね。あ、すみません、逆です。いやいや、オッケー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 。いけますかね。オッケー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 レッツゴーオッケー。それではよろしくお願いします。何を言っとったっけ。あ、これですね、もうこれを言ってもらえれば大丈夫です。はい、はい、で次のキーワードはじゃじゃん、ハーモニー。あら、発音がいいですね。ハーモニー。あ、ハーモニー。オッケー、オッケーオッケー。はい、はい、素晴らしいイントネーションでした。ありがとうございます。3つ目のキーワードはハーモニーです。はい、皆さんちゃんとメモしてくださいね。はい、素晴らしい英語でありがとうございました。Thank you. はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では一旦 CM です。お願いします。あ、どうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、山下さん被ってるこの帽子です。うわ、すごい似合ってないですね。素晴らしい。似合ってないですよね。こんなに似合ってない、すいません、ちょっと似合ってないのに被ってしまって申し訳ないんですけど、まあ、今後新しくこのニューキャップが、はい、はい、そうなんです、ニューキャップになります。はい、なるということで、皆さんこうご期待ということで期待していてください。はい、はい、ありがとうございます。あ、もう撮ります。すいません、パーテーションが生放送なんでこういうのもねありでいきましょう。はい、それでは続いてのコーナーになります。はい、私の思い出クイズ。さ、今回企画したフットサル部部長の石川さんです。よろしくお願いします。お願いします。帽子はあ、かぶりますか、ね、かぶりましょう。せっかくなんで、はい、せっかくなんで、はい、はい、みんなでか、あ、似合ってますね。あ、ありがとうございます。はい、すごい似合います。いい感じです。農作業にも持ってけそうですね。あ、そうですね。そうですね。外の作業には日差しが厳しいと思いますので、はい、ぜひ使ってください。はい、はい、では早速ですが、石川さん、この動画はどんな内容になっているんですか。はい、あ、そうですね。今回、はい、テーマとしてやっぱりこうビジョンが、
深く関わっていますので、ビジョンを絡めたクイズの出題となっております、はい、なんか海外の方からも問題を集めたと聞いてますけど。あ、そうなんですよ。昨年ですね、この SNS ライブイベント第1回行ったんですけども、その中でやはり日本の国内の拠点の方や、海外の方ももっと自分たちも関わりたいと、このイベントに、はい、ということで今回海外から国内含めて出題してもらってます。あ、そうなんですよ。楽しみですね。楽しみですね。本当にいろんなとこからですね、ほぼ全ての拠点から出題してもらいました。あ、そうなんですね、はい、それでは早速見てみましょう、はい、それでは VTR どうぞ。私の思い出クイズ大会さあ始まりました。武蔵とつながる SNS ライブイベントクイズ大会の時間です。今回のクイズ大会では社長や海外拠点の方々にご協力いただき問題を作成しています。ぜひ視聴者の皆様も一緒に考えてみてくださいね。まずはチーム紹介です。紹介されたチームは意気込みと SNS ライブイベントのテーマである何の枠を壊したいか一言お願いします。まず一組目は高橋組チーム、意気込みと何の枠を壊したいかお願いします。チーム高橋組です。クイズ一生懸命頑張ります。重たい金型持ち上げれるように枠を壊して頑張るぞ。おお。二組目は時短100回転チーム、意気込みと何の枠を壊したいかお願いします。チーム時短100回転です。クイズの意気込みは1問ぐらい正解していきたいと思います。少ないチャンスをつかみ取れるように多めの調子の枠を壊します。3組目はアグリトリオチーム、意気込みと何の枠を壊したいかお願いします。チームアグリトリオです。意気込みは優勝を目指します。壊したい枠は老体という枠を壊して農業を頑張ります。せーの。おー以上3チームで競っていただきます。皆さん優勝を目指して頑張ってください。ではルールを説明します。問題には選択問題と記述問題があります。よく考えてお手元のホワイトボードに答えを書いてください。シンキングタイムは20秒です。チームで相談して回答しても OK です。1問10点で合計点数が多いチームが優勝となります。それでは早速始めていきましょう。こちらの写真はインドネシアが独立した際に建てられた記念塔モナスの写真です。さてこの塔の高さは何メートルでしょう。次の A から D の中から選んでください。さあ20秒経ちました。皆さん回答出揃いましたか。それでは一斉に回答オープン。全チーム B の予想ですね。それでは早速正解を発表します。正解は B の137メートルでした。はい、この問題出題者は、マップインドの鈴木優太さんでした。第2問、中国には3つの地域に工場があります。この写真の中で南通工場の写真はどれでしょう。次の A から D の中から選んでください。はい、時間です。そこまで皆さん回答書けましたか。それでは一斉に回答オープン。お、今回は分かれましたね。時短チームが回答 A、 そしてアグリチームと高橋組チームが回答が C ですね。それでは正解を発表します。正解は A の写真でした。この問題を出してくれたのは、マップチャイナの河合勝治さんでした。第3問、この写真の記念碑がある海外拠点はどこでしょう。次の A から D の中から選んでください。
時間です。皆さん回答をお書きください。それでは一斉に回答オープン。それでは正解を発表します。正解は例の MHM ハンガリーでした。この問題はハンガリーの後藤さんからの出題になります。第4問、まずはこちらの映像をご覧ください。この映像はある海外拠点の近くで撮られた映像です。さてどこの国でしょう。国名をお答えください。時間です。答えを書きください。それでは一斉に回答オープン。お、皆さん同じ答えですかね。それでは正解を発表します。正解はブラジルでした。全チーム正解です。はい、この問題出してくれたのは MSB の春田さんでした。第5問、この写真の中でマップ ID 品質月間で1位を取ったポスターはどれでしょう。次の A から D の中から選んでください。時間です。回答をお書きください。それでは一斉に回答オープン。お、全チーム分かれました。さあどれが正解なんでしょうか。正解を発表します。正解は A のポスターでした。はい、この問題を出してくれたのはマップ ID の安田さんでした。数年前ですね、僕の息子が豊橋動物園でキリンの絵を描いたところ、豊橋市長から可愛い猫といった形で豊橋市長賞をもらいました。第6問、肉とスイーツの町にある拠点といえばどこでしょう。次の A から D の中から選んでください。時間です。回答をお書きください。それでは一斉に回答オープン。回答が少し分かれております。では時短チーム、なぜその回答を選びましたか。勘です。勘です。勘でした。全然分かんなかったです。それでは正解を発表します。正解は A の MCT でした。残念、全チーム不正解です。この問題いただいたのは MCT の井木社長からいただきました。第7問、この写真の中心にいる黄色い衣装を着ているのはベトナムの首都社長ですが、ベトナムの伝統的な民族衣装の名前は何でしょう。次の A から D の中から選んでください。もう回答終わりましたね。この問題は簡単でしたかね。それでは回答一斉にオープン。全チーム B となっております。それでは正解を発表します。正解は B の青材でした。皆さんおめでとうございます。この問題ベトナムの西さんからいただきました。第8問、この写真は中国のどこの都市で撮られたものでしょう。次の A から D の中から選んでください。時間です。回答を書きください。あ、ちょっとまだオープン言ってないんですけど。それでは一斉に回答オープン。アグリチーム、なぜ C を選びましたか。本能です。それでは早速正解を発表します。正解は C の北京でした。おめでとうございます。はい、この問題はマップ天津の白谷さんからいただきました。
第9問 MDA にはサッカーチームが何チームあるでしょう。次の A から D の中から選んでください。回答をお書きください。それでは一斉に回答オープン。この問題も答えが分かれました。それでは正解を発表します。正解は C の6チームでした。この問題を提供していただいたのは MDA の平田さんになります。第10問この写真はミシガン駐在員が撮ったメジャーリーグの写真です。ピッチャーは今話題のロサンゼルスエンジェルスの大谷選手ですが、ミシガンに本拠地がある相手チームの名前は何でしょう。チーム名をお書きください。時間です。回答をお書きください。それでは一斉に回答オープン。ブルーエーブス。これは存在するチーム名なんでしょうか。ちょっと野球を詳しくないので私もわからないですが、正解を発表します。正解はデトロイトタイガースでした。皆さん残念。はい、この問題はミシガンの金沢さんからいただきました。さてここで途中経過を見てみましょう。時短100回転チームが60点、アグリトリオチームが50点、高橋組チームが40点、今のところ時短チームが一歩リードですが接戦です。まだまだ逆転のチャンスはありますので後半も皆さん頑張ってください。第11問この写真は世界遺産のグアナファトです。さてどこの国にあるでしょう。次の A から D の中から選んでください。時間です。回答を書きください。それでは一斉に回答オープン。全チーム A の回答が出揃いました。それでは正解を発表します。正解は A のメキシコでした。全チーム正解です。はい、この問題はメキシコの岩永さんからいただきました。第12問まずはこちらの映像をご覧ください。この映像は中国駐在員が足の治療をした時の様子です。この後駐在員に重大な報告がされます。さて間違いはどれでしょう。次の A から D の中から選んでください。時間です。回答をお書きください。それでは一斉に回答オープン。全チーム A の回答が出揃いました。高橋組チームなぜ A を選ばれましたか。いや本人がそんなに痛くなさそうです。それでは正解を見てみましょう。正解は B の貼っているのはただのシールでした。皆さん残念です。この問題提供していただいたのは MIZ の寺田さんになります。第13問この写真のように診断が車内やいろんな場所に設けられている拠点はどこでしょう。次の A から D の中から選んでください。時間です。回答を書きください。それでは一斉に回答オープン。全チームでの回答が出揃いました。それでは正解を発表します。正解は
例のマップタイでした。皆さん正解です。この問題を提供してくれたのは、マップタイの西さんからです。第14問、英語の問題です。まずはこちらの映像をよくご覧ください。 Hey Sean, how are you? Oh, good, how are you? Oh, anyway, what are you drinking now? Oh, this is Tim Hortons Large Double Double. Oh, what do you mean? 最後にコーヒーを指してどんな意味か聞いています。答えは何でしょう。それでは一斉に回答オープン。時短チームが分かりません。アグリトリオチームが絶好調。そして高橋組チームがコーヒー2杯分。さてこの中に正解はあるのでしょうか。正解は What do you mean? Double double. Two cream and two sugar. Oh, okay. Two cream and two sugar でした。ちょっと難しかったですかね、問題が。はい、この問題を出してくれたのは、カナダの小林克明さんになります。第15問、この写真の拠点はどこでしょう。次の A から D の中から選んでください。はい、時間です。回答お書きください。それでは一斉に回答オープン。この問題も答えが分かれました。それでは正解を発表します。正解は B の MEU でした。はい、この問題を出してくれたのは MEU の伊藤博美さんです。第16問、ここで高得点が狙えるジェスチャークイズ。ジェスチャークイズは代表者1人にお題のジェスチャーをやってもらい、残りのチームメイト2名に答えていただきます。制限時間は1分で、正解数かける10点が得点になるので、点数を伸ばすチャンスです。パスは回答者のみが使えるので、ジェスチャーをやる人はわからないお題でも頑張ってチャレンジしてください。それでは高橋組チーム、スタート。バイク。F1 じゃねえや。なんだ。あれは。死体？何？パスパスパス。パスパスパス。ごめんなさい。スクワット。バービー。バービーじゃないね。筋トレ？はい、また。マイバック、セルフレージ。あ、パスパス。パス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 。山。ツリーツリー。クリスマスツリー。サンタ、クリスマス。パスパス。野球ピッチャー大谷さん。それではアグリトリオチームスタート。バスケ、バスケ、ゴリラ、パス、洗濯、指差し故障、警察、パス。パス。ゴルフ、電話、ゴマすり。パス。それでは時短100回転チームスタート。卓球、バカル、クルー、
ドライブ、車、運転で、バスが医者通勤者パス月掃除音声。ジェスチャーゲームの結果発表です。まず高橋組チーム30点、アグリトリオチーム50点、時短100回転チーム60点。こちらの点数が加算されます。皆さんいい動きでしたね。お疲れ様です。第17問、比較のタイトルである私の思い出の由来は何でしょうか。由来の回答をお書きください。ヒントは武蔵の創業に関わっていて、大企業や有名な社長はよくやっていることです。はい、時間です。回答をお書きください。皆さんなかなか手が進まないようで、では時間ですので一斉に回答オープン。ちょっとオープンできないようです。ちょっと難しかったですかね。それでは正解を発表します。正解は創業者が書いた自叙伝でした。第18問、大塚社長からの出題です。こちらの映像をご覧ください。はい、私からのクイズです。私の座右の銘は何でしょうか。ヒント、武蔵の会社の姿勢と同じです。回答をお書きください。はい、時間です。皆さん書けましたか。それでは一斉に回答オープン。正解はこちらの映像をご覧ください。正解は意志あるところに道あるでした。それでは一斉に回答オープン。残念、皆さん正解です。第19問、これが最終問題です。最終問題の得点は100点になります。大逆転のチャンスがあります。この最終問題も大塚社長からの出題です。それではこちらの映像をご覧ください。私からのクイズ2問目、今年4月に制定した武蔵100年ビジョン、そこで我が社は部品メーカーの枠を壊し何を目指すのでしょうか。ヒントなし。丸々に入る言葉をお答えください。時間です。回答を書きください。それでは一斉に回答オープン。全チームエッセンシャルと書かれております。正解はこちらの映像になります。正解はエッセンシャルカンパニーを目指すでした。皆さん正解です。おめでとうございます。結果発表。それでは発表します。第3位、合計点数が200点、高橋組チーム。第2位、合計点数が220点、アグリトリオチーム。
そして第1位が合計点数240点、時短100回転チーム。時短100回転チーム優勝おめでとうございます。優勝チームに一言感想をいただきたいと思います。感想をお願いいたします。どの問題もたくさん脳汁が出て楽しかったです。ご参加ご協力いただいた皆さんありがとうございました。また来年お会いしましょう。私の思い出クイズ優勝時短100回転チーム、普段使わない頭を使ってよく頑張りました。これからはより頭を使って壁を壊してください。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。とても楽しい動画でしたね。はい、はい、なんとか、はい、無事放送終わってほっとしてます。いや、かなり難しそうに見えましたけど、そうです、簡単な問題から本当に難しい、はい、問題まで幅広く海外拠点含めて皆さんにご協力いただきました。はい、ちなみにこの動画はどの部活動が作成されたか教えていただけますか。はい、 ありがとうございます。今日一緒に来てるんですけども、私がフットサル部の部長で、はい、レクリエーションの、はい、担当している豊永君と、あと佐野さん、あとですね、野球部の武蔵の斉藤さんが、企画に携わってもらってます。はい、ありがとうございます。どうですか、問題を作るにあたって。海外拠点の方から、はい、問題出してくれというふうに依頼をしたんですけど、はい、思ったよりもたくさんの問題が来て。あ、そうなんですね、はい、あれが全てじゃないんですか。全然あれの 3,4 倍ぐらいは来てたんで、あら、そうなんですね。どれを使おうか悩みながら選びました。いや、十分難しすぎたんですけど、見てるだけでも他にもまだあったということで。そうですね、何かしらの形でその問題も紹介できたらなと思ってるんですけど、はい、私も支援でチャイナだったりとか行ったりもしたんですけど、もう全然わかんないような問題ばっかりで、もうジェスチャークイズの方もですね、かなり難しかったと思うんですけど、どうでしょう。そうですね、武蔵に関係する問題も一緒に出したりしたんですけども、はい、それもあってより難しかったっていうのと、あと、そのあたりの反省をですね、はい、来年に生かしていきたいなと思っております。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、以上私の思い出クイズでした。はい、ありがとうございました。あ、それではですね、せっかくなんで石川さんに4つ目のキーワードを発表していただきたいと思います。このやつですかね。はい、このやつです。アルファじゃないやつですね。アルファではないですね。はい、はいはい、それで4つ目のキーワードお願いします。エンリッチドです。はい、アルファではなく D だよっていうふうに書いてありますんで、 D ですこれ。はい、はい、間違えないようにメモの方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてですね、冒頭でも言ったんですけれども、ぜひコメントをお願いいたします。ツイッターで、シャープことハッシュタグ、ちょっと分かりにくいんで普通にハッシュタグでお願いします。あ、すいません、はい、岡田さんが言ってたんでちょっと真似させてもらったんですけど、すいません、自分なりに言ってください。はい、ハッシュタグ武蔵とつながるをつけて投稿してください。YouTube 内のチャット欄でもぜひコメントをお寄せください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではここでまた CM ですね。それでは一旦 CM 行きたいと思います。あ、ちょっと待ってくださいよ。大丈夫ですかね。はい、じゃあそれでは CM 行きます、はい、CM どうぞどうぞ。私たちはテクノロジーへの情熱とイノベーションを生み出す知恵を合わせて人と環境が調和した豊かな地球社会に実現に貢献します。お得意本位で誠実を尽くし工夫を凝らして努力を惜しまずみんなで力を合わせて権利義務を忘れずに笑顔と感謝を広げよう。
はい、続いては皆さんお待ちかねの第2回武蔵 PR 動画コンテストの投票結果の発表になります。去年に引き続き第2回となる武蔵 PR 動画コンテストでは3つのテーマをもとに武蔵の魅力を PR する30秒から3分以内の動画を、募集いたしました。武蔵を PR できる内容ならば題材は何でも OK。 今年のテーマは1武蔵100年ビジョン Go Far Beyond 枠を壊し冒険へ出かけようの PR、 2あなたが壊したい枠について、3あなたの同僚部署の武蔵の自慢の3つです。本日テーマごとに決まった最優秀賞、優秀賞、入賞を発表いたします。はい、今回はですね、海外拠点含め、23もの動画が寄せられました。ご応募いただいた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。そして応募作品は、イベント開始前から、武蔵の YouTube チャンネルに公開されております。入賞作品は本日12時までに集まった YouTube の高評価数、社内アンケートでの投票数、さらに特別審査員の得点、以上3つの合算で決定します。はい、それでは特別審査員を務めた CHO の前田さんにご登場いただきましょう。前田さん、お願いします。お願いします。どうも。あれ、入ってますかね。あ、入ってます、入ってます、ね、大丈夫です、はい、CHO です。 CHO さん、はいはい、今日も特別審査員 で、はい、はい、ありがとうございます。今全部どうですか、ご覧になりました。5回ずつぐらい見ました。5回、はい、5回も見たんですね。嘘です。あ、嘘です。 2回ぐらい。あ、嘘つかれたんですね。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、はいはい、それでは早速テーマ1からの入賞作品を発表していきましょう。はい、それではテーマ1のプレゼンターですね、このまま前田さんにお願いしたいと思います。それでは前田さん、はい、お願いします。やりましょう。これあのすごい汚い手書きの手書きのカンペを先ほどいただきました。はい、愛情のこもった手書きということで、しっかり読めるかちょっと分かりませんけど、はい、よろしくお願いします。はい、それでは発表します。テーマ1、武蔵100年ビジョンの PR、 まず入賞の第3位ですね。第3位は応募者ディエンさん、作品名武蔵イントロダクション Go Far Beyond マップベトナムからの挑戦です。おめでとうございます。あとでまとめて3つ流れるんでしたっけ。そうですね、はい、はい、じゃあどんどんいきますか。はい、お願いします。ちょっと岡田さん緊張して全然絡んでこないけど、いや、もっと来ようよ。全然ナチュラルな感じで、ガンガン来いよ。はい、じゃあ続いて優秀賞お願いします。来るの？じゃあ次、優秀賞2位ですね。はい、応募者名引田学人さん。はい、学人さんじゃないですね。失礼しました。あれ、学人ネタぶち込めって言ったの。大丈夫です。みんな緊張してるのな。はい、作品名 Go on Adventures です。引田さん、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあいよいよ、あ、今ドゥルドゥル、はい、ドゥルドゥル入りませんでしたね。すみません、僕がためなかったんですね。はい、次ドゥルドゥルありでいきましょう。1位、はい、1位なんで。はい、じゃあいよいよ行っちゃっていいですか。はい、お願いします。では栄えある最優秀賞第1位は はい、応募者名サインドラさん、マップインドネシアの PPIC デパートメント、作品名 Go Far Beyond カッコ2です。2つ応募してくれたのかな。はい、そのうちの2番目のやつです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それではですね、テーマ1の入賞3作品をご覧いただきましょう。どうぞ。
ね、素晴らしい作品、もうかなり完成度高いのばっかで、どれが優勝してもおかしくないような。山下さん泣いてましたもんね。はい、感動して泣いてました、はい、あ、メイクはだいぶ取れてきてますね。こんなもんです、こんなもんです、こんなもんです、こんなもんです。前田さんどうでしたか？あの、私も1位のやつ、あ、そうなんですか、実は審査員としても入れたんで、はあ、まあ、総合でも1位だったんで、私の目に狂いはなかったなということで。狙い通りですね。狂ってないですよね。狂ってないです。たまに、はい、狂いますけど。結構良かったですよね。良かったです。1位の公表もしちゃっていいですか？あ、もうお願いします。はい、あの、まあ、僕も審査員賞はあの Go Far Beyond カッコ2に入れたので、やっぱりすごいですよね。あの武蔵愛というか、武蔵愛も感じるし、まあ、あとやっぱ仲間、4人の仲間が、はい、ずっとあの楽しそうに動画撮ってるっていうのと、はい、そしてやっぱりあの歌ですよね。うん、そうですね。まあ、多分というか絶対自作、歌詞も曲も自作ですか ね。自作だと思うんで、うん、まあ、それ全部含めてそのゴーファービヨンドに込められた冒険にみんなで出ようっていう、はい、まあ、そういうストーリーをなんか微笑ましく楽しく作ってくれてるなと思って、はい、すごく感動したし、まあ、あとですね、まあ、インドネシア今回応募は16ぐらい実は動画送ってきてくれたんですけど、インドネシアだけでですか？そうそうそう、あのちょっといろいろと公開難しいなっていうのもあったんですけど、そういうのもあったんですね。それで最後いくつ公開したのかちょっとカウントはしてないですが、ですね、やっぱりインドネシア皆さんその武蔵への愛が深いっていうか、はい、すごくいい作品ばっかりで、ちょっとどれを選ぶか
難しかったですけどね。どれも完成度が高くて、どれもやっぱりすごく表現が素晴らしくて、はい、まあ、最後は僕の好みで、あの、僕の点は投票しましたけど、はい、どれも構図つけがたかったです。そうですね、ダンスもまた良かったですよね。やる？なんか腰が、こういう感じが入ったね。なんかあれ癖になる、ね、あれ癖になるですね、本当に何回見てもいけるよね。体の入れ方がもうすごいですよね。腰の入り方がちょっと分かんないよね。もうあれはもう独特な感じになってるんで、インドネシアンダンス、はい、ちょっと日本人で難しいところもあります、はい、ちょっとやってみてくる、はい、あ、僕ですか。もう一回、こういう感じですよね。できてますかね。違う、あ、じゃあちょっとやってみて。ああ、ちょっといいですかね。どうですか、なんかこう腰がこう、なんかこんな感じ。ああ、だいぶできてますね。ありがとうございます。私も習得できました。ありがとうございます。じゃあ3人でやりますか。もうこれぐらいにしませんかね。あ、そうですね。これにしときますか。だいぶ脱線しました。はい、すいません。前田さん、プレゼンターを務めていただいてありがとうございました。はい、前田さんありがとうございました。皆さんありがとうございます。すいません、ありがとうございます。この後もまだまだ続きますよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、それでは続いてテーマ2の発表に参ります。はい、竹岡会長の斉藤さん、副会長の吉川さん、よろしくお願いします。はい、少々お待ちください。はい、会長です。あ、なかなかいいテンションで来ていただきました。ありがとうございます。こんにちは。どうもこんにちは。元気ですかね。大丈夫ですかね。元気ですよ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ行きますか。はい、そうですね、じゃあ早速発表していただいてもよろしいですか。はい、それでは発表します。テーマ2、あなたが壊したい枠について、入賞の第3位は、応募者名 D レブ広報 T さん、作品名 EV モータースポーツ部 D レブです。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そのまま続けて、じゃあ2位の方、はい、よろしくお願いします。はい、優秀賞ですね。続いて優秀賞第2位は、応募者名マップインチームス、作品名マップインユニティインダイバーシティフォーグローバルインパクトです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、で引きどうぞ引き続きお願いします。はい。はい、好きですね。会長お願いします。はい、会長。それではですね、栄えある最優秀賞第1位は、応募者名 Week and Truck、 作品名 Week and Truck のテレフォンショッピング。おめでとうございます。いや、素晴らしい発音でした。 Thank you。 ネイティブですね。 Thank you, thank you。もう一度いいですかね。最高か。チーム名、チーム名はウィークエンドサークルです。あ、はい、さっきと違うチームになってますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではですね、テーマ2の入賞3作品をご覧いただきましょう。はい、それではどうぞ。
問ね。とりあえず安全に帰ってきます。はい。ウィークエンドサークルのテレフォンショッピング、
こんな経験ありませんか？せっかく買ったステーキ肉に合う大きさのフライパンがなくてうまく焼くことができない。いざ焼いてみてもフライパンの熱ムラのせいでうまく焼くことができない。焼けたものを食べてみても硬い上に中はパサパサ、とても美味しくはない。そんなあなたに週末キッチンクロイルクリーパン Z のご紹介です。今期のサークル活動から生まれた珠玉の一品です。フライパンで作るよりもヘルシーで本格的な仕上がりを実現。秘密はこの波形形状、余分な油が落ちやすくヘルシーで簡単に美味しく焼き上げることができます。保温性もバッチリ、中までしっかり熱を通すことができます。もちろん IH にも対応しております。大きさは内径が15センチ、深さは 3.5 センチと 4.5 センチの2種類ご用意しました。一人前の調理にぴったりで、一人キャンプでも大活躍することでしょう。一品一品が職人による完全手作りのため大量生産できません。今回ご用意できたのはわずか6個だけ、完全限定製造です。そんなクロイルグリルパン Z が今なら4000両でご提供いたします。高いと思ったそこのあなた、ちょっと待って、今なら専用のとっても特別サービス、それでもお値段変わらず4000両、信じられないでしょ。今すぐお電話を。お申し込みは今すぐ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、創意工夫あふれる素晴らしい作品ばっかりでした ね。はい、そうですね。お二人は一体どの作品に投票されたんですか？まず私が投票したのは優秀賞、最優秀賞のウィークエンドサークルのテレフォンショッピングです。まあ、確かにストーリーがちょっとよくわからないんですけども、素形技術の、まあ、何でもやれると、何でも作れるとか、そういった凝ったところ、まあ、それをこういったちょっと面白おかしく動画にするところっていう、まあ、昨年も確か素形技術で入賞してるんですよね。なんで、まあ、この SNS イベントにかける思いと、あとこのフライパンにかける思いと、そして火にかけると熱くなるっていったところで、うまい、はい、あざっす、はい、はい、終わっちゃった感じですか？そうですね、はい、あのですか、吉川さんどうですか？はい、優秀賞のマップインドネシアの動画もめちゃくちゃクオリティ高くて素晴らしかったんですけど、はい、私が選んだのは同じインドネシアの、AI IoT Go Far Beyond っていう動画で、はい、まあ、なんか業務中の動画の中の中盤で、カフェでパソコンいじってる人がいて、でキャンプで遊んでる人がいて、はい、だけどこう生産ラインが回ってると、はい、で異常が出て、その休んでる方たちも飛び入りでこうウェブ会議に参加して、はい、でこう、ね、ホロレンズをはめて、はい、製造のこう異常を即座に解除するみたいなところが、なんかこう仕事の枠をこう、ね、考えさせるような、はい、こう未来をこうなんか想像させるような動画が良かったなと思いました。そうですね、素晴らしい作品ですね、はい、よく見てますね、はい、よく見てますね、はいはい、あとですね、3位だった何でしたっけ、3位は EV でしたかな、 EV の、 レースなんですけども、うん、あちらも実はですね、今年から竹湯会が少しずつフォローする形で、あ、そうなんですね、はい、やってる部活動になりますんで、ぜひ皆さん今後とも応援してください。はい、はい、吉川さん、斉藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではですね、まあ、私たち司会の2人も、特別審査員の方を詰めさせていただきましたので、テーマ3の方は私たちから発表したいと思います、はい、それでは発表します。テーマ3、あなたの同僚の部署の武蔵の自慢、入賞第3位は鉄の芸術家集団、作品名威風堂々です。おめでとうございます。続きまして
優秀賞第2位は、マップインドネシアエンジニアリングテーマ2、作品名マップインドネシアフォージングブレイキングニュースタンダード CT4 オペレーションエクセレンスです。おめでとうございます。はい、ラストいきましょう。はい、ラスト最優秀賞第1位はマップインドネシアエンジニアリングテーマ1、作品名マップインドネシア AI IoT Go Far Beyond です。おめでとうございます。おめでとうございます。それではそのままテーマ3の入賞3作品をご覧いただきましょう。それではどうぞ。We are Musashi Auto Part Indonesia. Under VUCA world, survival is a must. Break barriers, define the future. Operational excellence, take the leap and go far beyond. Achieving existing standard will not enough. Open your heart, open your mind, and open your life.Positive and responsive with new technology, operational excellence, automation to increase productivity and quality assurance. We broke our new forging speed standard from 4 seconds to 0.55 seconds. We have big heart, born with resilience, persistence and never give up. Ready to take the leap to grow and sustain.Start from Indonesia to the worldwide. Go far beyond. Since 2018,
Musashi has started implementing AI and IoT. Before AI implementation, the camshaft and differential comb were manually inspected to sort the best quality product. And also, the parts coming from normalizing machine were picked manually too. After AI implementation, AI embedded smart camera system that enables checking the camshaft and washer automatically. Smart camera system can also detect parts coordinate to allow robot to pick them. Before IoT implementation, machine data was normally input by operators and leaders to generate OEE. After IoT implementation, the machine data allow us to monitor digital data in real time. With AI and IoT implementation, it enables us to work flexible. Whenever troubles detected, the machine sends signals to us. So, the problem can be solved immediately. Stay connected wherever and whenever you are. AI and IoT break barriers and go on adventure. はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どの作品も武蔵の良さが伝わってきましたね。そうですね。はい、今日会場に来ていない特別審査員の CCP コーポレートコミュニケーション責任者の井上さん、クルー鈴木さんからもコメントをいただいております。はい、クルーの鈴木さんからですね、マップイン、フォージングブレイキングニュースタンダード CT フォアオペレーショナルエクセレンスの方を選ばれました。長いですね。投票理由の方が、武蔵にとって最も重要なものの一つである現場が力強く美しく表現されていた、後半に多くの人が登場していることで現場の価値を、作り出しているのは人材が厳選であることがすごく伝わった。まさに、武蔵を PR するにふさわしい名作で社内外の皆さんにも見てもらいたいとのコメントをいただきました。はい、続きまして井上さんからのコメントです。井上さんはマップインドネシア AI IoT Go Far Beyond を選ばれました。会社の紹介ムービーとしても使いたい。クオリティ構成力でしたとのコメントをいただきました。すいません、失礼しました。続くと思っちゃいました、ごめんなさい。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、それでは以上で武蔵 PR 動画コンテスト結果発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ここで最後のキーワードですかね。はい、はい、ここで5つ目、最後の抽選キーワードを発表しましょう。お願いします。はい、5つ目のキーワードは、はい、ワールドです。はい、ワールドですね。はい、これで全てのキーワードが出揃いました。ここまでご覧いただいた方、ありがとうございます。ありがとうございます。武蔵社員には豪華な景品が当たりますので
イベント終了後に事務局から案内のある抽選フォームにキーワードを入れて応募してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではここで一旦 CM に入りたいと思います。 CM どうぞ。どうぞ。さあ、これで全ての企画が終了し、残すところエンディングのみとなりました。斉藤さん、吉川さん、ここまでどうでしたか？はい、去年の反省も生かしながらね、今年開催したんですけども、やっぱりグローバルな企業っていうのはすごい表現できたイベントになったんじゃないかなと思って、非常に良かったと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。吉川さん、どうでしょう？はい、冒頭でも言ったんですけど、やっぱクイズ面白かったなと思って、で、やっぱアッキーが行くの、はい、社長にこう突撃したところで、アポなしの、やっぱ僕も仕事中たまにこう社長今何やってるのかなって気になる。気になっちゃう感じですね。あ、今誰に頭下げてるかって、まあ、ご想像にお任せします。あ、そうですね。はい、はい、そこはもうイメージ。すごい面白かったです。はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後に CHO 前田さんにも感想をお伺いしましょう。前田さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さん2時間ありがとうございました。ありがとうございました。吉川さん、私もたまに社長何やってるのかなって、ね、はい、ちょっとこっち来ないようにいつも考えてるんですけど。はい、一緒だね。頭下げましょう。え、何言ってんの。こっちから何でもない。はい、これ何するんでしたっけ、僕。感想、最後の感想をお願いします。全体斉藤さんがもういいこと言っちゃいましたもんね。あ、斉藤さんが珍しくいいこと言ったんで。いや、そうでもなかったです。はい、はい、はい、これでサラウンドで両方から来たら。あ、いい感じですね。確かもう1年前ですよね、1回目4時間やって。そうですね、斉藤さんの謎のコーラ一気飲み企画とかですね。一番良かったやつですね。恐ろしい恐ろしい時間がちょっと続いた去年の反省も、はいはい、踏まえて、もう斉藤さんには自由を一切与えないっていうコンセプトで2時間やれたんで、はい、これが成功じゃないかなと。すごい良かったと思います。思ってます。まあ、あとやっぱりね、去年の最後にやっぱり次はもっとグローバル性上げてやりたいよねって言って、はい、で、今回ゴーファビヨンの掛け声動画と、はい、で PR 動画と、まあ、あとクイズ、はい、まあ、全部皆さんすごく積極的に協力してくれて、コンセプト通りできたと思うんで、次回はもっと、はい、世界の武蔵の人がさらに参加型でやるって斉藤さんがさっき言ってましたんで、はい、はい、素晴らしい。素晴らしいです。斉藤さん、はいだけでね、そんなに受けてないから。はい、もうだいぶだんだんもう沈んできてますんで、はい、まあ、まあ今年もはいでしょ。さらに来年もね、はい、よりバージョンアップしてやりたいと思います。まあ、やっぱりすごく動画のところでも言いましたけど、クオリティも上がってきたし、そうですね、まあ、ゴーファービヨンドっていう新しいビジョンが決まって、なんかみんなすぐに浸透して、はい、まあ、こういうふうに積極的に使ってくれてるんで、来年は良くなりそうですね、さらに。そうですね、はい、はいでしょ、そこ。はいはいはい、それでは皆さんどうも2時間長い間ありがとうございました。ありがとうございます、はい、それではこの後最後エンディングムービーをもちまして、第2回武蔵とつながる SNS ライブイベントを終了いたします。2時間の生配信、参加者の皆さんが来ました。会場で裏方もやってくれたみんなも
集合してちょっと一人すごい裏方が混じってますけど、はい、マイクそうなるともう最後のよしこさん、よしかさんの言葉で心が現れました。あそんなに気にしてもらってはい、ありがとうございます。はい、2時間の生配信、皆さんにもご視聴いただき、企画へご参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。皆さんのご協力のおかげで今年も盛り上がることができました。はい、このイベントを通して武蔵の魅力を再発見していただいていたら嬉しいです。またこうして皆さんと SNS を通してつながる機会を企画できるよう武蔵精密工業一同頑張ってまいります。次回のイベントもぜひご期待ください。皆さんご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。メイキング映像 NG 集すいません、急に間違えて後でインタビューするんですそれでは、あきみ工場行ってきます。社長、こんにちは。まあ、なかなかみんな集まってやれないけど、やっぱり武蔵ってそれなりに大きい会社だけど、やっぱりそれなり以上につながってたい、うん、こういう取り組みは大賛成です。ありがとうございます。ゴーファー4。常識では考えられない出来事、アンビリーバボー。明日武蔵に起こるかもしれません。チャンネル登録よろしくね。